霊夢さん、私は、翔星さん、何？昔から行きたい場所があるのです。どこ？幼少の頃から夢の中に出てくる場所で。今でも見続けている？今でもその場所は特段特別な場所ではない、街路樹が美しい住宅街なのです。ふむ。ゆるくなだらかな坂の途中にある洋館の前。で、その光景が夢に。そして、たまに現実でもその光景に近いところに偶然行くことがあります。どう感じるの？とても懐かしい気持ちになるのです。不思議な人だ。それでは今日は最強の期待と言われることのある期待について、お話ししていくと。はい、それでは皆さん、ゆっくりしていてね。それでは早速今回の期待についてお話ししていきたいと思うのですが、最強の期待の候補に上がる期待、その名はダブルオークアンタでございます。公式の設定ではターン A が最強。そうなのですが、ユニコーン、そしてダブルオークアンタなどはその設定以上に強さを想像させてしまう未知の領域があるのですよ。確かに。そもそもですね、ダブルオークアンタは対話のための機体なのですが、ダブル王作中における最強の機体であるというのは公式設定なのです。月サイズの物体を切れるビームサーベルなど、武装の威力も桁が違います。そして WO の世界自体が GN ドライブの存在で、他のシリーズと比べて水準が異常に高いので、その中での最強機体がガンダムシリーズ全体の中での最強論に加わるのは不思議ではないのですね。確かに。確かフル装備なら理論上敵中で地球に押し寄せて北エルスの大軍を7日間で殲滅可能っていうとんでもない攻撃力。さらに量子ワープができることからよく最強論候補に出てくるのかと。相手になるならユニコーンガンダム結晶からだみたいな超常現象系の期待でやっと強さ議論になるレベルか。覚醒ユニコーンですらパイロットのイノベーターセツナを含めると相手にすらならない可能性的が高いかなと。確かに進化した人類イノベーターに進化しかけてるだけのニュータイプの力が叶うとはなかなか思えない。そしてこのような発言が実際にございました。千葉さんによる発言なのですが、エビカワの話によれば、本気のクアンタはエルスを殲滅できる、このような発言で、この発言、パイロットへの負担、エルスの進化増援、地球及び味方機への被害を無視という条件を踏まえたシミュレーションによるものであるらしいのですが、このエルスクアンタはさらに強いという論もございまして、今からそちらをご紹介したいと思います。霊夢さん、読み上げてもらえますか？はい。最初に質問からです。ターン A 最強に対してエルスクアンタの方が強いという意見をよく見ますが、実際のところどうなのでしょうか？これに対しての回答です。月光鏡イコールナノマシンの集合体。ナノマシンはビームなどではなく、細かく言えばナノサイズの機械である。エルスイコール機械など、形あるものを模倣できる、どうか吸収した対象の能力を自らのものとし、急速な勢いで進化する能力をも兼ね備えている。実際ビーム攻撃や GN フィールドも模倣している。また能量子波で繋がれているから、どんな末端でもどれだけ離れていようが、融合で得られた情報や見た情報、知った情報をリアルタイムで瞬時に共有化可能。ダブルオークアンタイコールセツナによるガンダム相互理解が主軸の機体ではあるが、機体に搭載された武力は非常に強力であり、セツナ個人の能力も重なってダブルオーの世界では最強の MS。 そしてフルセイバーで条件付きではあるが、エルスを撃退できる可能性がある以上、地球にある全ての武力以上の力があると仮定できる。ナノマシンもナノサイズではあるが、形ある機械である以上はエルスに模倣される可能性的があります。そして月光鏡を模倣される可能性も高い。また黒歴史を滅ぼしたと言っても、あくまで語られているのは人類 VS 人類の話である。
そもそもエルスは、クアンタによる人類への理解によって、行動を融合を停止しただけであり、それがなければ、人類は、同化によって死滅。結果は完敗。少なくとも、エルスに人類は負けているんですよ。そしてエルスが葬られた根拠など、ない。そもそも母性救出のための旅ですし、エルスの能力と物量が生半端なく、それにクアンタの能力が加わる以上、攻撃力はあるでしょう。霊夢さん、ありがとうございました。結構、議論の時に絶対に出てくことって、強さの定義が多いけど、クアンタって、そもそもが対話のための機体。戦いイコール対話であり、相手と理解し合って戦いが終わることがクアンタ刹那が目指すこと。こうなってくると土俵が変わってくるよね。単に兵器としてのガンダムと完全に土俵が変わってくるだけに、ファン同士の議論だけではおそらく結論が出ないかと。もともとダブルオーライザーの時点ですでに高い戦闘力と完成度を誇っていたのですが、課題はまだ残されており、同調率がまだ完璧じゃなかった。既存の5機の対応炉の中から相性の良いものを選別して同調させていたに過ぎないために、ツインドライブの性的機能を左右する同調率がまだ完璧とは言えなかったのです。あと、刹那の能力がどんどん革新していっていたから、機体性的機能が刹那に追いついていけなくなっていた。刹那がイノベーターとして革新を続けていて、その反応速度と操縦技量は進化を続けていた。そしてついにダブルオーライザーでも刹那の能力に追従できなくなっていった。そういった経緯から生まれたのがダブルオークアンタ。そして初めてイノベーター専用として開発されたガンダムでもあるのです。で、機体に刹那の能量子のデータが取り入れられた。さらには、イノベーターの能力に対応した機能も追加。結果、これまでのガンダムとは一線を画す新しい MS となった。ですので、ダブルオークアンタは、ダブルオーライザーと同じく、ガンダムを超越した存在であるとして、ガンダムの名を用いていないのです。劇中でも戦闘の描写はほとんどないのですが、新造されたツインドライブと共に、未完成状態で木星から運ばれて登場してきます。中盤で外装が取り付けられた姿が一度映るけど、実戦投入は最終決戦開始後だった。一度刹那がエルスとトランザムバーストによって意識共有を試みた際に、その情報量を処理しきれずに意識不明に陥ったことを考慮したゲーリアによって、ベーダのターミナルユニットがコクピット内部に設置された。これによって、もう一度刹那が意識共有を行った際には、エルスから送られてくる情報を、ゲーリア、つまりベイダが処理し、エルスの思いだけを刹那が受け取れるようにしたのですよ。最終調整の段階で、刹那の意識が回復したために、急ピッチで調整をイアンが行い、ゲーリアの意識データをターミナルユニットに送信しましたが、満を持して刹那はエルスと最終決戦を行っている中域に出撃して、ダブルオークアンタの性的脳と仲間たちの援護によって超巨大エルスに接近。この時、刹那が極力戦闘を避けているために武装を使用するシーンは少なかったのですが、全方位からの回避の隙間もほぼない銃撃を全身に目でもついているかのごとく綺麗に寸分回避しつつ前進していく様は圧巻でした。進路を塞ぐ秘技体バイカル94隻を生やした大型エルスをライザーソードで破壊、そのまま超巨大エルスを切り裂き、侵入口を作ろうとしたが、防がれてしまい。しかし、そのダメージを負った部分にグラハムが、ブレイブで特攻、文字通り命がけの活躍で穴が開き、巨大エルスの内部へ侵入を果たし、対話を望むエルスに迎え入れられ、中枢に到達した刹那は、フルパワーで、クアンタムバーストを発動。エルスの真意と状況を知った刹那は、武装を破棄し、量子ジャンプでエルスの母星へと旅立ちます。それから対話を終え、50年後にエルスと同化して、地球に帰還。しかし、この形態はエルスクアンタと呼ばれるのですね。エルス以外にも様々な宇宙生物と融合しているから、虹色の翼のような物体は形態変化が可能な触手を持つ生物が丸ごとくっついています。
はい、霊夢さんいかがでしたか？このあたりのレベルになってくると、走行画とか火力画とか数値で表せれないところがかかってくるから判断が難しいけど、それを脳内で想像していくのってすごく楽しい。ある程度考察できる空間を持たせて、そこで自由に考えるといろんな考察ができますからね。ダブルオークアンタとかユニコーンはまさにその手の期待で夢があるね。はい、今回はダブルオークアンタについてお話ししてきました。動画を見て何か感じたことがあればコメント欄に書いてくださいね。それでは霊夢さん、そろそろ終わりましょうか。はーい。視聴者の皆様、動画を気に入った方はチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。